ングノア 10.1 横浜文化体育館グレートボヤージ2017インパ横浜ボリューム2横浜大会のオープニングマッチ、まずリングに入ってきましたオレンジ色のコスチューム、ノアの新星の宮脇純。その宮脇が今日は忠相、そして井上雅雄とともに緑のマットに上がります。さあ、ラーテルズの切り込み隊長忠相、今日もいつも通りそのコーナーに座り込みます。そして井上雅雄、今日は若い忠相、そして宮脇純太を引き連れてのこの緑のマット、観客を雅雄ワールドに引き込むことはできるでしょうか。その3人に対するはノアのレジェンド小川義成、そして諸橋誠也、アシュリー・イストリア、その3人が今横浜文化体育館姿を現しまして、ゆっくりとその緑のマットに向かっていきます。まず先頭小川義成、キャリアも30年を超えたベテランがまた改めてそのプロレスの厳しさを教え込む、そんなオープニングマッチとなるでしょうか。ゆっくりと小川義成、今リングインしてきました。紙テープが舞う横浜、諸橋誠也、そしてアシュリー・イストリアも今緑のマットに姿を現しました。横浜大会のオープニングマッチは20分一本勝負、6人タッグマッチで争われるということになりました。さあ、今日はスコット・ダモールが膝の怪我で欠場がありまして、アシュリー・イストリア、この試合にカード変更。赤コーナーは小川義成、アシュリー・イストリア、諸橋誠也、現在画面でも捉えていますこの3人です。青コーナーはまず先発を買って出るのはノアの新星の宮脇純太です。そして赤コーナーはアシュリー・イストリアで今ゴングを聞きました。横浜大会オープニングマッチ20分一本勝負です。さあ、今組み合っていきました。放送の解説はスポーツジャーナリストの佐久間和彦さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これノアの新星の宮脇としては、はい、一つこう結果が欲しい、どの試合もまあ結果は欲しいかと思いますが、はい、もう結果が欲しいオープニングマッチになりますね。そうですね、今日の大会当初ね、最初にカード発表になった時に宮脇カードに入ってなかったわけですよね、それがこうカード変更によってこのビッグマッチの出場機会を得たわけですからね、ここはやっぱりこうね、先輩相手の戦いになりますけど、存在感を発揮したいですよね、はい。宮脇純太は8ヶ月の厳しい練習を経て8月 8.1 に横浜で待望のデビューを果たしました。その熊野に対してアシュリー・イストリア、そして小川義成で合わせ技を見舞っていきました。小川義成が踏んづけていきます。フットスタンプ。さあ、この辺り締め上げていくのは小川義成です。三沢さんに憧れてこのプロレスの世界に入ってきました小川義成。さあ、タッチを交わして諸橋誠也が入ってきました。現在丸藤が持っている KOD タッグ王座に3度輝いたその経験もある諸橋です。ここは打撃戦になります。宮脇と画面の中央、宮脇もエルボー打っていく。さあ、持ち上げていけるかどうか、宮脇もなんとか踏ん張ろうというところ、持ち上げて、いや、それはさせないという宮脇、逆に持ち上げるかどうか。さあ、持ち上げて逆に宮脇が落としていきました。ブレンバスター、これはよく返しましたね、諸橋ね、ジュニアの中では力のある選手ですからね、はい、そこに投げ勝ったのは大きいですね、はい。まあ、宮脇純太、オレンジ色のコスチューム、これを見るとまあそのオレンジクラッシュ小橋健太さんというのも思ってしまうんですが、はい、さあ、まず忠相タッチをかわして赤コーナーの2人を分断していきました。あ、左足、忠相もこのジュニアの中ではこう、そうですね、パワーがある方ですね、タイプの選手ですよね、まあ、結構ね、このメンバーが、まあ、それぞれのコーナーにね、小川、井上というベテランがいて、はい、まあ、若い、ね、選手がいてということで、
バラエティーに富んだメンバーなので、確かにそうですね、はい、どうやってこの、ね、試合のリズムを掴んでいくかというところで、今これ忠介ね、自分のリズムで戦ってますよね。そうですね、この後にうまさがあります。まあ、忠介は9月1日付でノアに正式入団ということになりました。まあ、これまでもラーテルズを組んで、はい、まあ、新しい風を吹かせようというところだったんですが、正式にノア所属になりました ね。 そ、 ね、さあそのまま投げていきました。ジャーマン捕まえ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 、ここは忠介が一つジャーマンを食らうという形になって、諸橋がアシュリー・ストリアにタッチを交わします。飛び込んでいくのはアシュリー・ストリア。ノアの留学生として 8.12 横浜ラジアントホール大会で初参戦となりました。さあ飛び込んでいきますが、ここはかわしていきました。このね、ノアの留学生といえばね、今もチャンピオンのエディもそうですし、TMDK なんかね、こうどんどんこう上に上がっていた選手がたくさんいますからね、そういうのを先輩を知っているわけですから、こうアシュリーとしてもね、すごく励みになっているところはあるでしょうね。そうですね。あ、ここで井上さんが入ってきました。そしてたまらず小川も入ってきて、まあ、ベテラン2人が、まあ、この緑のマット上、ニュートラルコーナー顔面かきむしりという状況。さあ何か狙っているかどうかというところ、逆にぶつけたという形になりました。ますね、ここはベテランとして井上がうまくリードしようとしたんですけどね、はい、小川がきっちり切り返してきましたね。はい、あ、ここぶつけていく忠助、あらりゃこう、この辺り忠助もパワーがあります。混沌としている、まあ、ノアジュニアをこれからどう盛り上げていけるかという存在でもある忠助、タッチをかわして宮脇が入ってきました。いい形でもらったのでね、ここで一気に行きたいですね。そうですね、さっきはいいブレインバスターがありましたからね。そうですね。さあ連続で打っていく宮脇潤太は初めてのタッグでの試合ということになりますので、組み立て、その戦い方というのを学んでいきたいと話していました。さあここはアシュリー・ストリアのパワー、飛び込んできますが足で迎撃します。さあ飛んでいって宮脇潤太も飛んでいきます。カウント1で返しました。宮脇潤太はジュニアでの戦いが好きなんですと、ジュニアの中でこれから強くなっていきたいと話していました。まだ経験の浅い宮脇でもありますが、まあ、若い選手で言えば、海外に武者修行をしている、ここはないできました清宮という存在もいますね。カウント2ですか。やっぱこういうね、今入り乱れる状態になると経験がないのでね、なかなか宮脇も困惑するところがね、まだあると思うんですよね。シングルでの試合はあるんですが、タックルは初めてという宮脇です。あ、これは後ろに投げ捨てられる形になりましたが、カウントどうだ。3つはお、なんとか上げました。ただここは腕を取っていく、ポジション厳しいですね。ちょっと厳しい状態、ちょっと残りの2人も完全に場外で抑えられているという形。さあギブアップになりました。アシュリー・ストリアノアの留学生が、その最後はパワー見せつける形になりました。どうでしょう、先ほどあの入り乱れる時間がありましたが、はい、ちょっとそこでまたペースが崩れてしまったところも見分けありましたか。そうですね、やっぱね、地方を見なきゃいけないという経験が今までないですからね、そのあたりで、まあ、アシュリー一人を見てればよくない、いいわけではないという難しさもあったと思いますけど、これもね、全部経験ですからね。そうですね、まあ、次にやっぱりつなげていくということが大事になりますよね。はい、試合の序盤ではありました、なんとかこう宮脇もブレンバスターを返したりと見せ場は作ったんですが、最終的にはアシュリー・イストリアに腕を固められる形、5分32秒という、まあ、短い試合時間ではありました。今アシュリー・イストリア、そして井上正男もバックに下がっていきます。そしてまだ左腕を押さえるような形、はい、まだまだでもこれも経験ということで、そうですね、次に向けてということですね。はい、横浜大会オープニングマッチはアシュリー・イストリアが勝負を収めまして、今バックに姿を消していきました。